一度佐渡が見たいんですが。じゃあ来週の土曜日一緒に行きませんか？渡辺さん、お茶を立ててください。クララさん、お菓子を先にどうぞ。え、先にお菓子を食べるんですか？ええ、甘いお菓子を食べた後でお茶を飲むと美味しいんですよ。そうですか。ではお茶を飲みましょう。私がする通りにしてくださいね。まず右手でお茶碗を取って左手に乗せます。これでいいですか？はい。次にお茶碗を2回回してそれから飲みます。いかがですか？少し苦いですが、美味しいです。